はい、こんにちは。今日はですね、昨日ですね、今年の初打ちで、茨城県の、行方市ですかね、セントラル阿蘇ゴルフコースかなに、行ってまいりました。ちょっとね、車がね私使えなかったので、マジさんがね、送り迎え、していただきまして、本当にありがとうございました。すごく助かりました。楽しかったです。まあ調子乗りましてですね、まあ昼にビール飲んだり、終わった後白穂の湯ですかね、霞ヶ浦の目の前にあるオーシャンビューじゃないんですけど、なんていうんですかね、オーシャンでいいのかな、湖ってよく分かってないですけど、レイクかレイクビューでいいのか、どうなんだろう、のお風呂行って、その後帰りに、夜テキサスですね。よかったですね。なんか社長は写真とか撮ってたから動画上げないのかな、動画じゃねえや、Facebook でテキサスの夜みたいな感じで、写真も撮られてたんでね、すごくいい雰囲気で、でまたね、そのステーキだったり、ローストビーフだったり、まあ、僕はね豚肩ロースだったかな、頼んだんですけど、お魚にですね、まあ、マジさんとね警備員さんは運転だったので、すいません私とセメケンさんでですね、お酒を初めて酌み交わした夜でございました。まあやっぱりお酒入っちゃうとね、自分のこと聞いてみたいな感じになっちゃって、ちょっと他の3人の方からするとちょっと迷惑だったんじゃないかなっていうのもあるんですけどですね、まあ、楽しく朝から本当に、まあ、夜ですね、で、まあ、帰ってからまたちょっと飲み足りなくなっちゃってですね、ライン上だけですけど、KP さんとスーさんともまた乾杯して、ちょっとまた飲んだりとかもしてたんですけどね、会長が上げてくれた、動画を魚にですね、また夜、寝る前も、その酒飲みながらその動画を見て楽しんでました。まあ、おかげで今日ちょっと起きるのがですね、まあまあ遅くまで寝ちゃいまして、まあ、もう昼過ぎなんですけどもまあ、会長から昨日ね、おねだりしていただいた6番のブローイングあたりを、打ってみようかなと思って、宮前ゴルフ練習場に向かってます。で、昨日はですね、まあ、スコア的に言うと、4340の83かな、で3パット数は30パットっていう感じでございました。で、まあ、GTO のねスコアアプリを一応つけてるんですけど、まだねハンディキャップ10.6で、まだねまた一桁台にはまだ戻れてないんですけど、まあ、最初の画面で、まあ、5回の平均値が 80.6 とか出たかな、平均で70切りもちょっと、まあ、5回の平均ですけどね、もうちょっと見えてきたかなっていう、まあ、感じでございます。まあ、
と、まあ、今年のね初打ちっていうこともあり、1番ホールがダボスタートでですね、まあこんなもんだろうなとかって思いながらスタートして、で、まあ、前半はですねやっぱり会長うまいですよね。まあ、メンバー的にはね会長とか、あの会長の友達の女性の方と回らさせていただいたんですけど、前半会長が5番ぐらいかな、ミドルホールがでベタピンつけて、どうだろうな、2-3メートルまでいかないぐらいの距離だったかな。それをですね、まあ、難しそうなまたパター使ってたんですよね。なんかあのこうなんだろうな、タップ式の他に何式っていうのは分かんないんですけど、こう青木勲みたいなですね打ち方でコンって打ってですね、ど真ん中からバーディー決めてましたね。多分その時に2打差か3打差ぐらいまでね一回開いちゃったんですけどね。また動画でも上がってるんですけど、アウトの9番かなが最後ショートホールなんですね。でインの18番ホールのでもですね、まあ、そこにもう本当にですね、最終ホールじゃねえや、アウトの9番で動画撮ってもらったんですけど、右斜めぐらい前にカメラ設置されてですね、まあ、カメラっていうか、まあ、iPhone ですよね。ワンチャンでもこれぶつける可能性あるよなとかっていうところに、ね、置かれてですね、で距離が176ヤードのフォローだったんですね。なので、まあ5番アイアンかユーティリティかなっていうで、ちょっとまあだいたいですね手前から砲台のグリーンが多かったんで、ある程度オーバーさせた方がいいかなって感じだったので、まあ大きめで打とうとは思ってたんですけど、あのアイアンだとね万が一のシャンクがあって直撃とかってすごくもう後半に響くので、その精神的なダメージが、なのでもう安全にユーティリティで打ってみたいな感じで打ったりもして、そんなのもしてたんですけどね。グリーンがやっぱり小さいのでアプローチ的にはですね、基本的には寄せ方がショートコースの場合3種類かなっていうのがあってですね、
まあ一つはまあワンクッションツークッションとか、まあ、あとは転がし上げていくっていうのが、まあ、選択肢として一つ目で、二つ目はワンクッションですよね。あのワンクッションさせて、まあコロコロ、まあピンが真ん中ぐらいとかだとワンクッションでだいたい寄っていくかなっていう。で、まあ、手前にある場合はね、まあ多少オーバー目に、まあセンター狙って感じなんですけど、まあむしろワンクッションよりはツークッションぐらいのイメージって感じですかね。で、ファーサイドで合ってるのかな、あの遠いピン位置の場合だったら、まあ直接グリーンに乗っけて、タラタラタラっていくイメージの大体3種類で、まあ、熊谷ショートコースぐらいは、まあ、手前につけられればね、その3種類でアプローチは、まあ、大体、まあ、入るか入れないかぐらいのところには、まあ、グリーンが小さいですね。とりあえずグリーン乗れば2パットでいける可能性は非常に高いんですけどね。熊谷ショートは大事ですと、あ、熊谷ショートに、ね、熊谷武蔵野からグリーンが大きくて、あれこれワンクッションしたら絶対止まっちゃうし、転がしていくにしては傾斜が結構ですね、うねってる感じのグリーンだったんで、どっち切れるかも多少はやっとかないと次のパットがまあまあ長くなっちゃうなっていうのがあったりとかしてですね、とにかく最初アプローチとあとロングパットも久しぶりにやってなかったので、まあそうですね、最初は苦労しましたね、そのグリーンの大きさですね。であとまあ、そうですね、あの結構ね、まあ、会長なんかね本当にこうラインね、もういろいろ見たりとかされないですよね。で、まあ、そのペースに合わせてやりたいなと思ってたんで、一回ね、あの基本的に私カップの後ろから一回見て、まあ、曲がるとしたらスライスフックは決めて、でもしかなり垂れる場合であれば、うん、どのぐらいこう打ち出すかっていうのを後ろ側で決めて、で、ね、ボールの方に向かうっていうのが、まあ、あの会長が多分嫌いでルーティーンっていうかですね、まあ、ある程度そういう傾斜とかね、は見たいなっていう感じだったんですけど、まあまあいいかと思って、だいたいこう奥から傾斜してんだろうぐらいな感じでちょっと膨らませ気味に打ったパットがめちゃめちゃ全然曲がらなくて、めちゃくちゃショートしてみたのが2番ホールだったかな、2番か3番ホールでそれをやっちゃって3パットしたんですよね。で、あ、これやっぱいかんと思ってですね、一応カップの後ろで1回見てからっていうのはちょっと時間、まあ申し訳ないですけど、ちょっとかけさせていただいて、まあね、誰かが打ってる間にそれを覗きに行って、決めて、ボールの方に向かうっていうことは、まあ継続に続けたらその後はね、全部多分2パット以内では流れて、まあ、最終的には30パットって感じだったので、まあ、あの石悔やまれるのはあの1パットかなっていう、パッティングに関してはそんな感じでしたね。で、まあ、後半だいぶグリーンの速さも意外と速くねえなとかって、 9.5 フィートって書いてあってですね、練習グリーンもそこそこ走ってた感じがしたので、やっぱ本コースは転がるなとかって思ってたんですけど、まあ、後半はかなり重かったですね。まあそんな感じでございました。で、まあ、そうせっって、まあ、一緒になった女性が、まあ、かなりお上手でしてですね、多分、まあ、コンペとかも含めてじゃないかな、あの女性が、まあ、あの言っちゃって申し訳ないですけど、ぴったり100だったんですね。
だって100を切るっていうのをまだ見たことなくて、これ100、まあ普段100切ってるみたいなんですけどね、やっぱりね、かなりお上手で、ドライバーもそうですね、まあ、本人180ヤードぐらいとかって謙遜されてましたけど、まあ出てるところは200は出てるんじゃないかなっていうね、当たりもされて、いや素晴らしいなと思ってですね、ほぼ昨日ですね、さすがにロングとショートは、ホワイトティーからレギュラーティーから、まあ、そこそこ前には出してた感じだったんですけど、大抵のミドルホールがあんまりこうホワイトティーと同じこう何て言うんですかね、ティーエリアっていうティングエリアっていうんですかね、で大してこう得しないというかで、まあ、女性目線で考えるとそうなんだなと思ったんですけど、300を切らないミドルはやっぱきついみたいなんですね。確かにそうですよね。だって180ヤード飛んだら結構なもんですからね。それでまあ300ヤードだと残りまで120ヤード残りますからね。120ヤードだったらレディースだと結構な番手で打たないと普通は届かないですよね。アイアンで120ヤードはかなり厳しいですよね、多分。だからやっと300切ったミドルが出てきたみたいなことをおっしゃられたりとかしてたんで、結構女性にとっては厳しめなセッティングな距離だなっていうふうには見てたんですけど、すごかったのがロングホールですね。ロングホール2つパー取ったんじゃないかな。最終ホールのパーはほぼバーディーチャンスのパーでしたんでね、多少前の組がマジさんとか、いたんで、マジさんというか、変態 T さんとかね、変態 T さん狙って打ったんじゃねえかなっていう気もするんですけど思いっきり打ち込みをしてですね でも3オンさせてましたね。でまあやっぱね、いくら結構前に出してても、ね、400超えをパーで上がるっていうのはすごいですよね。パー、うん、マークカナイさんかがの動画でなんか、ロングホールを諦めるっていう、またなんか諦めシリーズの中でやっぱりね、ロングホールで、まあ正直なんですかね、上手な人と、まあこう言ったらなんですけど、100切り90切り80切りっていうランクでいくと、やっぱり100切りとかやってる人だとロングホールがビッグイニングになるケースやっぱり多いと思うんですよね。やっぱ打つ回数が多いので、場合によっては2桁とかね、いっちゃうとやっぱ100切りはかなり苦しくなりますよね。で90切りを目指してる人も、まあ90切り目指すぐらいになるとやっぱり最低でもボギーではロング上がってこないと90切りは厳しいですよね。ロングホールね、やっぱりね、ある程度こう上達してくるとって、まあちょっと上から目線的な感じであれなんですけど、チャンスホールみたいな感じの勘違いの仕方もしちゃったりするんですよね。
特に距離が短かったりとかすると、まあ、あの当たれば2オン、まあ、いけないこともないので、ただね、やっぱりロングホールはきっちりパーを取るっていうね、パーを取るというか、あのやっぱりあのロングホール1打目飛ばしたいなっていうのも、確かに距離がね400、まあ、70とか80とかだとうまく言うと2オンの可能性もなくはないんですけど、飛ばせば。でももっと言うと520とかね、550とかのロングになってくると、まあ、まず2オンがないんで、とにかくドライバーでティーショットをまず曲げないっていうことが大事ですよね。まあ最悪プレフォーでも、まあ、グリーンにね4打目狙っていけるっていうのはあるんですけど、やっぱり3打目をグリーンに狙っていくっていう、あの乗るか乗らないかは別にして、まあミドルホールなんかもそうなんですけど、ミドルだったらセカンドですよね。でショートホールだったらまあ1打目は必ずグリーンに向かって大体打てるん で、まあ、ロングホールも必ず3打目を、まあ、届く距離ですね。できれば150ヤード前後ですね。ちょっと200、3打目が200とかってなっちゃうと、まあ、200でもいいのかな、まあ、あの200ヤードが得意だっていう人もいると思うんでね、200まではなんグリーン狙っていっちゃうかなって感じなんですよね。2番ユーティリティでだいたい200前後ぐらいなイメージなので、200超えてくるとね、さすがに届くけどやめとこうかなっていう気は起きてきますけどね。やっぱりロングホールは、昨日も私見たら、パーが3つだったのかな、ロングは。で、ただ1個ね、ダボ打ってんですよね。それも絶対ない。昨日の失敗はその、まあ、正直適当に打っちゃったパターが1個と、ロングホールのダボですね。それがいけなかったですね。ティーショット右にちょっと曲げたんです。で、あのなんていうんですかね、途中なんかセパレートされてるような、谷でこうセパレートされてるロングで、で2打目そのセパレートされてるところまで越えていかないと、おなんか下の谷に落ちちゃうのかな、まあ結果的には谷に落としちゃってもまあ問題ない、そこのフェアウェイだったんで問題なかったんですけど、やっぱりまあ結局私そこ落としたんで、思ったんですけど、そこやっぱ落としちゃいけないところだったんですね。で会長はその谷を落としちゃいけないなと思ったんで、しっかり刻まれてたんで、まあそれもう本当に100ヤードも打たないぐらいで刻んで、で、まあ、ボギーだったのかな。で、右に曲げたん で、その谷だけは越えようかなと思ったんですけど、めちゃめちゃこう木がスタイミーでフェードっていかなきゃいけないみたいな感じだったので、フェードを打とうと思ったんですけど、やっぱライ的にはやっぱり多少引っかかっちゃった気味だったんですよね。巻き玉が出ちゃって、で左の、まあ、谷に落としちゃった、まあ、ティーショット曲げちゃまずいけないんですね、ロングで。必ずもうバントでいいんで、ロングは3打目をグリーンに向かって打てるような状況をやっぱ作んなきゃいけなかったっていうのが一番の反省点なんですけど、で2打目がその崖に落として本当に上げるだけみたいな感じですね。多分8番アイアンぐらいでじゃないと、もう多分上の段に上がんないなっていうような谷だったんで、でそれでバンカーに、遠目のバンカーに入れて、しかも結構顎の高い、距離にして、どうだろうな、80ヤードぐらいのまだ残っちゃったのかな、80、そこまで残ってねえか、
でも6、70ヤードぐらい残っちゃったバンカーの顎近くに顎の高いバンカーに入れてしまったので、まあピッチングを開いて、本当はねちょっとカツンってホームラン気味に打って、グリーンに乗っけたいなと思ったんですけど、ちょっと最悪これ土手に当たる可能性もあるなと思ったんで、頑張ってエクスプロージョンで、高さも出しながら距離も出すっていう、まあ結構無茶したんですけど、でまあそれが出しただけになった感じで、でもうそれで 1,2,3,4 打打っちゃってるんですよね。で5オン2パットのダボという感じでございました。だからまあもう2打目もしょうがない、3打目もしょうがない、4打目もしょうがない、で5オンの2パットのダボっていう感じで、もう完全にティーショットですよね。ティーショットを置いとけば2打目、まあ谷は越えるぐらいの番手の距離で打っとけば、3打目狙って、まあ、外れても4オン2パットのボギーでは最低でも上がれたって感じだったんですけど、そこをダボにしてしまったっていうのが、まあ、反省点ですね。ということで、そのロングホールをね、やっぱパワー、まあ戻っちゃうんですけど、女性でね、パワーを取っていくロングホールでやっぱり実力が、実力見えるなって感じがする一日でございました。まあかなりちょっと今日は長くなっちゃいましたけども、これからじゃあブローイングの6番アイアンを打ってみたいと思います。動画を上げるかどうかはその時の気分です。それではまた、バイバイキー。